成田空港におけるユニバーサルデザインの取り組みについてご紹介します。東京オリンピック・パラリンピックの開催を受け、成田空港では施設のユニバーサルデザイン化が進められています。ユニバーサルデザインとは、文化・言語・国籍や年齢・性別などの違い、障害の有無や能力差などを問わずに利用できる設計のことです。まずは成田空港の建築デザインについてご紹介します。障害者の中には、床や壁のデザインによって不安や誤認、錯視などを起こしてしまう方もいるため、直感的に分かりやすい空間づくりを心がけています。照明や床のデザインによって進行方向を分かりやすくしております。また通路部分とそれ以外で視覚的、触覚的に分かりやすくし、どのような方でも歩きやすい空間にしました。次に、成田空港独自の取り組みとして、カームダウン・クールダウンのご紹介です。障害者の中には、空港という非日常空間において不安やストレスを過敏に感じてしまう場合があります。こちらのカームダウン・クールダウンのためのスペースでは、慣れない空港内での移動や人、音、光、匂いなどに強いストレスを感じる方に落ち着いていただく小部屋です。この暗く、こじんまりとしているので落ち着きます。案内カウンターは安心の拠点です。成田空港の案内カウンターでのサービスについてご紹介します。ご案内カウンターには様々な UD サービスを準備しています。こちらは聞こえにくいお客様向けに設置したコミューンというスピーカーです。指向性が高く、空港スタッフとのコミュニケーションを円滑にします。また手話を用いたご案内ができるスタッフもいます。成田空港ではコミュニケーションが難しい利用者様向けに、端的に困りごとを伝えられるヘルプストラップや指差し、筆談に対応した問い合わせシートも準備しています。また移動が難しい場合、空港スタッフにチェックインカウンターまで案内してもらえる介助サービスも実施しています。介助サービスは事前予約も受け付けております。ご利用日時がお決まりでしたら、お電話にてご予約ください。介助サービスは0476-34-8000 番までお問い合わせください。成田空港では多機能トイレに利用者が集中しないよう、多機能トイレの機能分散に取り組んでいます。多機能トイレの機能の一部を一般トイレに分散させることで、着替えやおむつ替え等が一般のトイレで利用できるようになりました。これによって車椅子利用者の多機能トイレの待ち時間を減らすことができます。また全てのトイレに音声案内、フラッシュライト、L 型手すりを設置することで利用しやすさを追求しています。最後に取り組みの全体像について伺いました。成田空港では世界トップレベルのユニバーサルデザイン水準を目指して、障害当事者の方や有識者と機能しながらユニバーサルデザイン化を進めています。例えばですね、エレベーターの機能強化や、このフロエースに配慮した形状の情報検索端末を空港内に約100台設置するなど、アウトメントの取り組みを進めています。また発達障害者の方やその家族の方へ、飛行機搭乗体験や手話研修などのソフト面の対策も多数実施しています。その結果、国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣表彰の受賞や、世界の空港を評価するスカイトラックスによって空港スタッフ部門で1位や、ユニバーサルデザインを評価するアクセスブル部門で2位など、国内外から高い評価をいただいています。成田空港は東京オリンピック・パラリンピックの公式空港として、そして日本の表玄関として、ハード面、ソフト面の両面で高い水準が求められています。これからも障害のある方をはじめ、多様な方のご意見を伺いながら、空港のユニバーサルデザイン化を進めていきます。